どうもー、白ドラ大好きクラブ西久保アナです。そしてトシゲです。今回も来ましたね。そうなんですよ。なかなかいいんじゃないんですか。ちょっと悔しいけど、何なんですか飾り付けがなんかをしてるわけ。そうですね、ちょっとピンクのこういうモフモフ感というかね、表現しておりますけれども、決してあの紅白出場歌手ではございません。時期的になんかそんな感じよね。そうね、ちょっとド派手衣装とかいうわけじゃないんですけど、はい、はい、こちらね、今回も恒例の新キャラにちょっと関係しております。まあ衣装というか、もうそんなんいいんですよ。早速ね、はい、登場していただきたいと思います。2023年1月の新キャラはこちら、ちびぴくでございます。はい、出ました。いや、可愛いですね。ビジュアルだけは出てましたけど、はい、こうやって動いてるの初めてじゃないですか。そうなんですよ、なんかめちゃくちゃ可愛いですね、うん、そうですね、動きも可愛らしい。さあ、こちら1月の新キャラ、ちびぴくということでございまして、ボイスも可愛らしいですね。五十嵐ひろみさんに担当していただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。これ見た目も相まってね、すごい可愛いんですけど。そうですね、まさにちびドラゴンっていう感じですごくマッチしてるなと思いました。で、このちびぴくはいつから登場するんでしょうか。こちらなんですけれども、新キャラちびぴくは1月の1日よりちびぴくのアバタマに登場いたします。さあ、現在提供中のバフォメットのアバタマはですね、12月の31日までとなっておりますので、お気をつけください。それではちびぴくは一体どんな性能なのかというところで、早速見ていきましょうか。はい、ちびぴく使っていきましょう。アルベバッチ、はい、こちらがちびぴくでございます。はい、コスト3の最大召喚数3体という中型進撃キャラですね。はいはいはい、これ見てもらったら分かるんですけども、鳥でも攻撃しておりまして。本当だ、はい、中距離全体攻撃という感じで、射程はシビフォアとかと同じか少し長いかくらいでしょうか。はいはい、はい、今スキルも出てましたけども、ピクシーダンスというスキル踊ってますね。はい、その場で妖精を呼ぶダンスを踊って、妖精が一定間隔ごとに敵に突撃するというスキルですね。これ突撃した妖精がダメージを与えるという。あ、本当は突撃してる。はい、踊りを1回踊ると8体の妖精が最大召喚されるということで、はいはい、はい、その範囲内に来た敵に向かって突撃するという感じで、ピクシードラゴンとかと違ってカウンターダメージではないので、スキルの範囲に入っていないと妖精が突撃しないという感じですね。はい、そしてこのピクシーダンスの特徴として、スキル発動がですね、攻撃時と非ダメージ時の時にも発動するということで、普通のキャラはね、攻撃すると同時にスキルが出たりするんですけども、はい、ダメージを受けた時にもスキルが発動するので、結構細かい攻撃とか、まあ、ダメージが小さい攻撃に対しては相性がいいかもしれない。これが妖精の範囲っていうんですかね、割と斜め方向にも飛んでってますよね。これ見ると射程も結構長いですね。そうなんですね、通常攻撃よりもだいぶ長く、これなんか見てもらうと分かるんですけど、はい、結構遠くまで届いて、その着弾した範囲の全体攻撃になるので。本当だ。そしてこれが対空性能というところでしょうか。妖精は、はい、空にも飛ぶと。ただ空の敵に対してはダメージが通りづらいというような相性もあるみたいなので、はい、そこは注意しなきゃいけないかもしれません。これなんかも見ると Y1 と下にケルベロスいますけども、どちらにもこう妖精が飛んでいくという感じになっていて、この妖精が飛んでいくのに優先度があるらしくて、そのあたりは後ほど詳しく紹介しますけども、これが実戦で使えそうな感じのパターンでしょうかね。砦の前でまず出してみたりとか、射程が、あの妖精の射程が長いので、できれば少し後方でね、踊らしてその妖精を飛ばすっていう形が一番いいのかなっていうか、このあたりですね、これいいですね。はい、砦の後ろで踊り続ければ来た敵、あ、今ちょうどジャイアントサイク来た敵にも反応して妖精を飛ばしてくれると。で、これは壁ですかね、はい、実はダンスを踊ってる間ダメージの軽減が大幅に入るらしいので。なるほど、壁として前線の方に切ってダンスを踊らして、その後ろから今アーチャーで攻撃したりしてますけども、そういった使い方もできたりとか、あと斜め方向の飛ばしですよね、少し軸をずらして召喚してそこで踊らすというような感じもありかな。なるほど。そして先ほど言っていた優先度の話なんですけども、基本的にはコストの大きいものを優先して、あの妖精が突撃すると。確かに通過してますね。でこれはオブジェクトを通過して雪んこ本体だけに攻撃を与えるとか、
いうこともありますし、はい、これなんかドラゴンライダーコスト3でヌーボボがコスト2なので、まあ、遠くにいるドラゴンライダーを先に狙っているみたいなこともありえる。はい、最後にこれ横から当てられた迎撃キャラに対してなんですけども、意外とねこの妖精が横にもヒットするんですよね。本当ですね。はい、だからワーウルフとかこの真横から当てられてるんですけど、スキルが発動すると横に当たると、はいはいはいいう感じなんですね。はい、という感じでしたけども、どうでした西子さん。え、可愛くないですか。見た目はまず可愛いですね。はい、うん、そしてスキルが発動してもうタンバリンこう鳴らしながら踊るわけでしょ。本当は自分今日あのタンバリン用意したかったんです。あ、そうなんですか。あのタンバリンで踊り続ける限り妖精がこうパーって飛んでいくってことですよね。そうですね、あのピュンピュン飛ばして妖精が飛ばしていく様っていうのを見てて気持ちいいなと思ったんですけど、はい、あれはもう本当に大元のピクシードラゴンのようなね、こうダメージ、ね、ここを飛んでいくってあれですけども、うん、あれは攻撃を受けてそこに飛んでいくわけじゃないですもんね。あれに違いますね。カウンター系ではないので、はいはい、近くにいる敵に飛ばすっていう感じですね、はい、あれもう早く止めないとさ、踊りを踊りをね、結構ダメージ入りますよね。そうなんですけど、やっぱ踊ってる間っていうのはそのダメージ軽減が結構高かった気がしたので、なかなか止めるのも大変そうに思いますけどね。なのでいろんな使い方がありますので、結構面白いキャラかなと。絶対ある。さあお次はですね、ちびぴくのお着替えをご紹介いたします。さあこちらですね、かわいい。かわいいですね。スイーツ系ですか。ありますよね、スイーツシリーズ的なのもね。はい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 、はい、それとも結構マッチしそうだし。この2つはですね、このキャラの卵を入手しまして、キャラのレベルを上げると開発できるようになる2種類のお着替えとなっております。続いてはこちらです。アバタマネのですね、重複当選でステータスの上昇が発生するんですけれども、合わせてお着替えもですね、はい、入手できるようになります。可愛いですね、これも和風な感じ。そうですね、はあはあはあ、あとは魔女みたいな感じのもありますね。可愛いねこれ。小さい体ですけど結構細かく描かれてるんですよね。さらにこちらもございます。キャラミッションで入手できるお着替えですね、おチビコーンセットということです。めっちゃ可愛いやん。これお気に入りになりそうですね、僕もこれ、はい、こちらはキャラミッションで入手できるということでございますので、ぜひとも、チャレンジしてみてください。はい、ということでございまして、ちびぴく再び登場いたしましたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。とにかく可愛いという印象でしたね。いやでも確かに可愛さもあるんですけども、はい、その中でもやっぱちょっとね、侮れない部分ってのもありますよね。そうなんですよね、性能やっぱり高そうに見えますよね。はいはいはい、火力も高いですし、壁としての役割もできそうというところで、結構使い方いろいろ考えられるんじゃないかなと思いましたね。改めまして、新キャラチビピクはですね、1月の1日にチビピクのアバタマより登場いたします。皆さんお楽しみに。さあということでございまして、本日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。さあということで、西久保じゃんけん、最後の西久保じゃんけんでございます。最後ですか。最終回2022年、いや最終回じゃないよ、最終回じゃないけど2022年最後の西久保じゃんけんと。そうですね、また1年間やってきましたね。そうですね、はい、締めはどうなるんでしょうか。今年最後のじゃんけん納めということで、最後はぜひね、私に勝って良い年を迎えていただきたいなということでございます。真剣勝負参ります。皆さん準備の方よろしいでしょうか。西久保じゃんけん、じゃんけんポン。2022年最後のじゃんけんでございました。まあ2ということで、2022こっちにちなんできましたか今日は。また来年も懲りずにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。バイバーイ。